また
これがうちの何とぞお使いを持ちましてお使わしのこと。バイトジオンだと申すか。立ちような人はあいならきっと差し控えるようとも、応答のお言葉の義務ございますれば何とぞ。竹千代と心がついたつがなぜ悪い。人質だからといってそう探すみにも当たるまい。家中の聞こえがどうのこうのとうるさいこっちゃ。ああもうやるぜ。いえいえ、それには及びません。じゃあついてくるんだ。一人で行けば言い訳も立とうが。お供つかまつ。そうか。いつまでたってもあのざまじゃ。まんじゅう食いの吉本師様、お世継ぎだというにどないなろう。なんだこれが世継ぎだ。こいつは笑い事だ。この軍用割拠の時代にあの広門で国が保てるかよ、バカな。美濃の斎藤道山に取られるか、駿河の今川石本に踏み潰されるかがオチだな。それに甲州の武田がいつ押し出してくるか知りん。三方から狙われてる。しかもあの白門か、まさに死の前の一辺の肉。終わりのおだもしまいだ。三河の松平から人質など取り寄ってちょいとやようと思ったがの。松平か。松平もあれ便然なもんじゃの。織田になびき今川にはぜ、身を保つにこれ救急じゃ。これで今川がさあ上洛するとなったら、こっちにとって抑えられとる竹千代は助からんことになるが。諦めとるわさ。小手川より岡崎の城の方が大事だとよ。人が大きいぞ。日本一だ。海岸なんぞ暗めになるもんか。泳ぐんなら基礎がだ。大将、今度連れてってやろう。人質は気の前に出歩くことを叶いません。そうか。いや、かまんかまん。俺が連れて行くんだ。わか。うん。わか。斎藤入道道山校恩師者お入り。主人、道山公を申しまするよ。あなたに能姫と申す娘ござる。二日ものではござるが、ご嫡男信長様にお勧め参らしとうござる。織田斎藤良樹、和親の草美とも存じられ、御松陰これあり、婚姻の儀愛償いくださるにおいては良家長く民籍のよしみを保ち、隣国の交わりをつかまつりとうござると。さようにござった。斎藤道山の身の程知らずに京のぼりを焦りおったな。ご当家と隕石になってしまえば後ろをつかれる恐れはない。駿河の今川が京へ押しのぼろうと動き出してもな。ご当家はこれの盾になる。しかも美濃から京へかけての道といったら浅井六角の領家があろうと物の数じゃなしな。道山の目の前には執権職将軍職がぶら下がってるようなもんじゃの。うまいことを考えようってな。会話の。そちは織田へ行って死ね。わしのために死ね。そちを織田へやるのは斎藤の利益のためだ。
地を信長に与えるのはこの道山が尾張を信長から奪おうがためだ。わしはそちを生贄にする。もしもじゃ信長がわしをこのわしを死のうほどの男ならわしは甘んじて信長の生贄になろう。その時わしがあいつのために倒れようと、この美濃の国から追い出されようと、それを悲しんではな。いや今から気を追うまい。わしがこのわしが信長に埋め越されるはずがないではないか。母は先の大衆の妻、父は美濃一国と二つを一緒に奪った。父は主殺しの大罪人になってしまった。父があのお城を乗り取った時、お母様のお腹にはお兄様が宿っていたという。どうかどうか父に罰が当たりませぬように。ただいまご無事に五旅館東海寺に知らせましてございます。まずはこのことご指導知らせを借りますよ。申し上げます。ただいま平手中司殿、能姫様におめ通りはいかない、ご挨拶に滞りなく挨拶にましてございます。なお能姫様にはご道中のお疲れも相見えず、ご機嫌およろしきよし。
人は何しに行っておるんじゃ。あ、何か仰せられましたか。平手の親父は何しに行っておるんじゃ。農民の様の大ずらしにございます。俺は一日足止めを食らうし、それ行儀すぎるぞ、バカバカしい。たかが人質をもらうのに。嫌なやつだな。主人の腹を読もうとするやつがあるか。さようでございまし、たかが人質だとおっしゃった。そのご機嫌があるしでございました。被害も絵図もあるものか。いや、読み違いだ。そう言ってむくれて見せただけだ。野姫様様だよ。いざという時は身の一刻は後ろ盾になるわ。気分が良しときたら何も言うことはないじゃないか。これが次男の勘十郎の植木だ。勘十郎信行じゃ。稲葉氏家長い三家ともに聞こえた名門武勇の家柄じゃ。おう七号氏、これへ行こう。父を呼ぶ美濃の三人衆引き合わせようぞ。はっ。柔道の家来ならみんな坊主頭かと思ったのに。これこれ。これは思いのほかじゃ。吉報氏や四六。どうじゃ、きれいか。え、濃姫はきれいか。はっ、美しくおとなしられます。よし、きれいなれば満足じゃ。いやはや大変な代物にござる。愚かともこけともつといようのない男で。うん、うん、弱ったやつじゃ。あの男では姫がかわいそうじゃ。こっちは織田へ行って死ね。わしのために死ね。こっちを織田へやるは斎藤の利益のためじゃ。こっちを信長に与えるはこの道さんが終わりを信長から奪おうがためだ。お休みなされませぬと。わしを死のうほどの男なら、わしは甘んじて信長の生贄になろう。その時、それを悲しんではならぬ。見に行こう。分かった。
今日いかなる人をお考えなされます。6月の15日や、今日は野姫様と片目の杯をいたさね。分かってる、式は行けじゃ。わかる、復元のことを申し上げているのだがな。来ない。若者、いよいよ一人前の男にならせられる。めでたい、かつは意義ある日でござる。若、今日こそは正秀が申し上げることを聞いておかせられ。大殿様は何をいたされたか。ああ、また四千貫の銭だ。耳に蓄えてきている。なんたる誰事でござる。かたじけなくももったいなくも、こと朝廷のことにござりまするぞ。形を改めさせられ。若、大殿は勤王の志圧を負わせられるぞ。都京都の御宮姉野に任せてあるを投げかせられ、この正秀に四千貫の銭に持たせられて都へお差し向けあらせられた。そんなこと進化として当たり前ではないか。稲葉公に焦りに行こう。ああ、若、若、祭り行く。お前も一緒に来い。今日は大切なお式。昨日一日繋がれていたんだ。晩をしてると今日もまた足止め食らう。お前たちここで待ってろ。はっ、鶴吉来い。はっ、隊長行こう。前に W となるんだ。凄まじいぞ。その濁流を見ていると俺は無性に飛び込みたくなるんだ。押し流されて死んでもいい。巻き込まれて死んなら死ね。死ぬまで戦ってやるぞと俺は怒鳴りつけたくなるんだ。武智、わかるか。本性は強いからです。俺は強いよ。俺は強い男だ。だから武道の奴にぶつかっていこうと言うんだ。武道、うん、そうだ。日の元の国は古来より美しく晴れた日の山のように気品高く、澄み切った水の流れるように立派な国である。よし、さらば聞こう。日の元の大御柱はいずこにおわす。都、うん、京都に。えらい、うん、竹千代、強くなれ、強く強く正しい男になれよ。濁流に飲まれんな。濁流をせき止めるほどの男になれ。いいか。はい。Oh,
平手、信長はまだか。三河の主、岡崎の使者でござる。神にはご機嫌麗しく恐悦至極に存じ奉ります。じいじいも足しで何よりじゃ。父上にはお変わりもないか。殿には大殿にはすでにこの世におわさ。様ご不礼でお世話せられるに何といういたずらがされるのじゃ。鉄砲などというものは足軽の持つもの、大将の手がけるべきものではござらん。稽古なら稽古でよろし、外行ってなされ。
今日一日ぐらいは静かにしてござる。お年若でも勘十郎君はおそば離れず看病してなさる。少しはお考えなされ。柴田権六殿、佐久間右衛門殿、お目通り願い出られ控えおられまするか。権六、右衛門、差し許されまするよ。これは濃姫、ちょっと遠慮しや。はい。勘十郎殿、そなたも暫時下がって休んだのよ。権六、右衛門、お目通り願い出ましたわ。お世継ぎの儀にござりまする。両人かねてよりわらわにまで申し出ますには、殿百年のご寿命の後にはご着手なれば吉法師様をいただくことと相なるであろうが、そうあってはお家の末始終も案じられる。神として神を図ること恐れ多いが、お家万代のためには変えられぬ。吉法師様を退け、勘十郎殿をもってご家督と相決められるよう立って取り計らいくれ。このことは家中一等の願いであるとのことにござった。これ連番状。あ、あのようないたずらを。ありがたいぞ。勘十郎をこれ。は。正秀を、いや番頭閣以上の者皆集め。は。では家督は勘十郎にお決めなされますか。勘十郎をはじめ皆も聞け、わしの遺言じゃ。わしの後を継ぐ者は織田の正統は吉法師信長じゃ。中には勘十郎の支持者が多い。
なるほど。勘十郎ならば織田家は安泰、尾張も無事であろう。しかし今はどういう世であるか。都を見よ。恐れ多くも一点万丈の大君のご神銀が一日として安らかにおわさぬ世の中じゃ。吉坊氏はあるいは織田家を滅ぼすかもしれん。しかしあれは自分のことを考えぬ男じゃ。己がうちのことばかりを考えぬやつじゃ。あれならば必ず天下を永久するであろう。乱れに乱れた今の世には吉坊氏のような桁外れの人間がいる。吉坊氏のような吉坊氏のような殿。
しばらくのご猶予。モスの殿はどうなされたか。それが今だ。よもやお忘れではあるまいな。Thank you.
宣告のお振る舞いはあれは何事でござる。あれで我の殿と言われ申すか、正気の御沙汰と申さるか。一国じめ、黙れ。いいえ、黙りません。大切なるべきご証拠に真っ向掴んで投げつけるという方がありましょうや。ないかもしれん。しかしわしは投げた。またしてもその癖が。おいらじい、わしは作法は知らん。縁や作法などというものは認めんのだよ。しかし何事にも程と申すものがござる。程があってこそ。うるさい。バカ、お情けない。あなた様、己一人の悲しみにふけっている時か。竹千代を見ろ。ここにも現に矢を死なした者がいる。わしは終わり中の坊主を集めてお経を読ました。しかし竹千代は人質のまま親の法事さえかなわぬみたい。竹千代、泣くな。そっちにはこの信長がついてるぞ。さあ、もう泣くな。死の一条、死の なさらなかった。しかしあれだけがたった一つお耳に残った。じいはそれだけでも喜んで。出資したか。父より、ご資金下されるよう願いあります。
しいの。一刻もの目が。ごもったいない。今少しの進歩もしきれなくて、そちにはいつまでも子供のように見えた基地法師がどんな人間になっていたか、その目にもうしばらくで見えたもの。度々の還元御持ちなきこと中司が身の不祥をこれに過ぎず、これによって腹切って自害いたし候者なり、哀れ拙者が死を幾ばくなりとも不便におぼしめし候者は、すぐにしたため沖候者上その一箇条にても御持ちくだされた。一箇条なりとも御持ちにおいては草葉の陰にてありがたき幸せに存じ奉るべく候。あと一つ、威風なる御行祖固くやめさせられること。いつまでも茶筅つぶりは困り候。なおびにて御袴なしのご対応、天津さえ御裸はもってのほか、終わり一刻の嘆きにござそうる。終わりの嘆きか。あと一つ、常軌を逸したる御物言い、きっと停止あらせらるべきこと。人を見境もなしに頭からパコと仰せあるは最もよろしからず候。人の上に立たせられる御方として中んづくふさわしからず候。人は褒められ候らえば喜び、罵られ候らえば恨む者に候。その辺よくよくご分別くださるべく候。あと一つ、異様なる恩公と断じて慎まれること。歩ませつつ、または馬上にて鍵栗などの果実その他恩かじりなきよう。いささかはご作法恩かじると書いた。かじると、
無言だ顔をしておるの聞いたでござろうが、信長のこと平田正秀が腹を切ったことか、幕を投げた話か、それがどうした。カブトの名前、うつけ者の正体見たと、カブトの名前、面のことはない、ノーアズラインの毒違いではござらぬか。それを言いに来たのか。まだ脇を締めよう、我一国目の前に転がっているのではござらんか。兵を出しなされ兵を。斎藤動くと見れば、我の奴らは我先にと下って参る。誰が気違いバカを盛り立つ賢明な戦もそう、気違いバカを自滅させると三日、三日をいじもうさんは。それとも濃姫可愛さに打って取れる者も世を取らぬ気になられたか。いっせか楽しく料理は抜かすな。取れるものを取らんほどこの銅山は老いぼれんわい。おお、それでは。孫八郎。はっ。尾張へ使いせ。信長にそういうのだ。いまだ婿入りの儀がない。よって近々のうちに婿衆との対面がいたしたい。はな。おう、では信長の目をお見知らせて。黙って引っ込んでいる。お前らが時の天皇の信長と思っておるか。バカ。対面の場所は富田の聖徳寺。よいか。では当城内ではないのでござるか。バカ、戦乱の世だ。たとえ宴席とはいえ、去年までしのぎを削った敵国に誰が来るやつがあるものか。富田はな、尾張と美濃の中立隊。もう私でも手の内父へ見せすんのかなのもし対面した上で真のアホーと分かれば。その時こそは、その場において。おう、はっ。よし、茶の間も承知した。はっ、助けの無駄。して、ご対面の一人の儀は明日じゃ。うん。明日馬の上国、じゃご苦労。こっちを向け。なんじゃその顔は。恐ろしゅうございます。恐ろしい。はい、こうございます。明日のことを考えますと。のう、そなたは可愛い娘。俺は婿、婿殿を殺したら可愛い娘が後家で泣く。いや、こいつ泣かんかもしれん。道山殿も夜年並みじゃ。そういつまでも罪つくんなこともしておられんわい。父も父ですが、兄がどのような。ほほう、兄貴にお鉢が回ったか。そう心配したらキリがない。シワが寄る、シワが。どれ、どのようにシワが寄った。でも。ん？でも？あの。
あの、私、私、殿、何じゃ、気の利かんやつ、何がどうした。はご一同より道南高等対面の儀につき取りやめと申すのか。どいつもこいつも臆病神に取り憑かれておる。のう行ってしこつけてくる。死のうほどの男なら、わしは甘んじて信長の手にえになろう。その時、それを悲しんではならぬ。織田の殿様のご対面じゃ。もう牛の国じゃ。おう、本郷馬様がおいでになる頃だぞ。ああ、本郷馬様がおなめんぞ。あ、お宮方様も。お宮方様じゃ。お宮方様じゃ。変わった姿で、ね、どうなさるんだろう。どうなるんだろうな。どこへでも手軽に出てまいる信長じゃ。キャーか騒んなつき、我らにとって絶好の時節到来じゃ。抜かるな源太。あ、小牧源太、命に変えますけど。よし、頼んだぞ。
は百丁、百丁。日本は百丁。はあ。素敵な
されて、うん、変われば変わる。して周到坊はいずこに。はあ、織田殿、あれに荒らせられるが、我々の主人山城仁王と道山公にては参る道すがら我らを覗き見いたしておった隠居目にあまりよく似てござるので、信長とんだ粗活をつかまつった。湯道殿、あれで濃姫はいい女房でござるよ。いや、ふつつかの娘で恐れ入る。殿はそなたをやっぱり御家にするのは嫌だったと見える。ああ、何しろ帰りには馬を並べて二三十丁もほども送ってきた。その時親父が何を言ったと思う？また俺が何を言ったと思う？うん？ああ、俺殿はお前の悪口、俺もまたお前の悪口、悪口と悪口とで忙しい、馬が聞いて呆れとった。ああ、の、何じゃ報れとんのか。ああ、
それなら心配することはねえ。見せかけに近寄せてこれ。人質の竹千代を殺されたらたまらねえからな。その竹千代を取り返そうと死ぬぐらいでやってきてやったんだ。死ぬぐらいだ、死ぬぐらいだな。白には今の味が文化のことに控えてあるんだ。しっかりやれよ。言わったな。敵の戦陣は三河で、敵になく色抜けたったセメプレに戻りたす。どうした早く来て。兄さん、御大将三郎五郎様には死を励まし、出資に呆然の手立てござれと、敵は大員、ご分のほど心もとのおだ。押したとの知らせにございます。殿、殿、皆様ご出陣のご用意相整いましたらよし。殿、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 いや、兄上の遅い。野姫に、野姫にへばりついている時か。暗礁の城は取られ、いつでも三郎五郎は生け捕りになったというのに。いや、まことに受け取れぬ気でござる。取られた城は一城とは申せ。どう、お家では大切なお城でござる。あの城を先頭の様が御手に入れされるまでには、尾張の武士の血がいかほど流されたか知れ申さん。いや、さよ。この城は今川勢への抑え、三河への睨みぞと仰せられて、先頭の様がわざわざ三郎五郎様をお差し向けに相なったのだ。いや、思えば三郎五郎様のご不運はさることながら。いや、あのお城は何としても取り返さねばないのさん。そうとも、自治体とも敵の手に委ねることあっては、お竹の面目、はずまた敷地に関する一大事や。さよう、はやはや、出陣召さぬか。さもなければ、竹石を切って、三河の奴らに首都は吹かせもそうが。兄上にそう申せ。今川を押し寄せると聞いて臆したか。それともこれほどの家の一大事はありないかと。早く行け。あ、このまま行けば迷うか。お苦しいのでございますか。苦しいよ。どこが悪いのでございますか。ここだ。え、痛むのは心の臓の奥だ。どうも、驚かなくてもいい。苦しいのは竹千代。竹千代との別れだ。心の苦しさをそなたにだけ打ち明けたんだ。三河のガキ。殿、殿、竹千代殿、お覚悟はよいかな。はい。三河の者たち、暗礁の城攻め落としたらな。仕方がありません。
皆の衆の話では三河の衆たちはお前様と三郎五郎様と取り替えをしてもらうつもりで暗礁の城をお囲みなされたそうです。お城の方々はカンカンに息に立っておられるそうじゃが、それでなくとも気の短い気の強いお殿様のことじゃで、これはおそらくは今川殿との決戦にならねば収まるまい。今にも出陣のお触れがあろう。何もご存じないお前様にはお気の毒じゃが、出陣の火祭りに。わしを殺すと、貴重足様が。若君、戦国の習い、弟子もございません。何をなく死ぬのは嫌なんだ。嫌でも殺されたらどうする。逃げます。いいとも切られるぞ。切られれば仕方ありません。覚悟悪いぞ竹千代。でも死ねば貴重様にお目にかかれません。お別れするのは悲しいのです。誰がそなたを切ると言った。竹千代、三河へ帰れ。え、本当ですか。バカ、そんなは嘘を言うか。おう、早く帰って家来どもを喜ばしてやれ。はい。竹千代、帰ったら家来どもに恥ずかしくない衆となれよ。はい。別れたらもう会えんかもしれんな。会う時は先人の間ということにならんとも限らん。敵となるもよし、味方となるもまたよし。人差し待って鼻向けしてくれ。血を忘れるな。忍び草には何を生ず、末代までも名を残すような立派な大将になれ。己一人のことばかり考えていては何事もできんぞ。今の世に生まれてきた甲斐には京へ馳せ登って一点万丈の大君の神銀を休んじ奉ることを考える。必ずなさねばならん。これはやるぞ。これがもし中途にして倒れたら竹千代。はい。
彰子様。よし行け。信長を見ておれ。